はい、皆さんこんにちは、ゴーキです。今日はですね、魚偏ですね、左にですね、魚という字を書いて魚偏ですね。魚偏が、上手になる書き方をですね、動画に撮っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、魚という字ですね、たくさん、ありますよね、魚偏ですね。でまずですね、代表的なものをですね、ちょっと書いてみたいと思うんですけども、まずですね、魚に、周ですね、周りの、周りという字を書いてですね、体と読みますね。で、タイという字をまず書いてみたいと思います。で、基本的にですね、魚のですね、この今跳ねて一角二角ですね、やりましたけど、この辺がですね、結構強調される、角になりますので、この辺をですね、大きめに書いてやると結構ですね、字がまとまりやすいと思うので、その辺を注意しながらですね、ぜひですね、一緒に書いてみましょう。で、点点点点ですね。点点点点。で、いつかですね、やり方、ちょっと動画にしてみましたけどもですね、ぜひそちらもご覧ください。はい、魚ですね。こんな感じでですね、書くといいと思います。で、ここのですね、点点点点はちょっと逆でですね、もっと、まあ、かっこいいというかですね、ちょっと続ける書き方あるんですけども、こんな感じですね。こんな感じ。こんな感じで書いてもいいですね。で、両方ともですね、こう右上がりに書くような感じですね。で、なぜかというと、右にですね、今からこう作りが来ますので、これとバランスを取るためにですね、こう右上がりになってるんですね。まあ、魚一文字だったらですね、点点点点は、こう、どっちかというとこう平行になる感じなんですけども、バランスを取るためにですね、右に今支えが来ますので、その支えるために、こう、右に倒れてるような感じで書くんですよね。はい。基本的にここが大きいですよね。ここが大きくて、田んぼの田、この辺ですね、こう隙間を同じように書いていただくことと、で、ここをですね、結構はみ出しがちにこう書いていただく。はみ出す感じで書いて、だんだんちっちゃくなりながら、右上がりに書くといいと思います。はい、基本的にですね、この形ですね。で、右に何が来るかで、まあ、読み方とか変わってきますので、今日はですね、よく使う感じで、タイですね。はい、タイを。書いてみたいと思います。で、基本的にこうタイのこう右に来るこの周りですね、周りという字は結構ですね、大きめに書くと、バランスがいいですね。大きめですね。で、この後ですね、あと2文字書くんですけども、その2文字はですね、ちょっとちっちゃめに書くバージョンなので、ぜひですね、いろいろ使い分けで書いてみましょう。はい、これですね、タイですね。あんまりこうここ広げすぎるとですね、別になってしまうので、結構くっつきすぎず離れすぎずっていう感じがタイの書き方ですね。はい、ではですね、次に、魚にですね、京都の京ですね、これで何と読むか分かりますかね。ちょっと今から書きながら、ぜひですね、コメント欄とかに書いていただくと嬉しいですね。はい、で、魚偏ですね、魚偏、もうちょっと跳ねていいですね。魚偏に、右にですね、京都の京ですね、京都の京。基本的にですね、ここの田んぼの田とかもですね、右上がりにこう上がっていくようなイメージで書いていただくとですね、すごく良くなると思います。はい、魚辺ですね。魚辺に、今度は京都の京ですね。で、なんとなくでいいので、ここはですね、ちょっとこの辺から書いていただく。ちょっと下げて書くですね。はい、で、答え皆さん、もう分かりますよね。魚辺に京都の京ですね。京都の京でクジラと読みます。クジラですね。はい、こんな感じですね。はい、これでクジラですね。まあ、若干ですね、タイの場合はですね、そうですね、両方とも同じぐらいの大きさで書いたんですけども、まあ、クジラですね、こう下に向かってちょっとちっちゃくこうなるような感じですので、まあ、ちょっとですね、ちっちゃく見えますよね。なので、ちょっとこう左よりもちょっと右に下げてちょっと書きました。まあ、バランスがですね、結構まとまりやすいかなと思います。魚辺に京都の京でクジラですね。で、今度ですね、いつかちょっと、時間があるときにですね、まあ、魚編をもうかなりいっぱい書きまして、まあ、何と読みますかみたいな感じですね。ちょっとクイズ形式みたいにしてもなんかいいかなと思うので、ちょっと今度そういった動画も作ってみたいと思います。はい。で、最後ですね、先日書きました、弱いっていう感じですね。弓編に、
弓辺を使った感じですね。弱いって書きましたけども、皆さん練習はしていただけましたでしょうか。で、魚辺にですね、弱いと書いて、何と読むでしょうか。今から書いてみたいと思いますね。はい。で、魚辺はですね、何度か書いていただくと分かると思うんですけど、最初の一画をですね、結構大きめに払ってやると、結構見栄えが良くなるので、魚辺の書き方はですね、結構もう練習するだけでもうすごく上手になっていきますのでですね、こんな感じですね。もう慣れるとめちゃくちゃ得意になると思います。はい。弱いはですね、ちょっとですね、細く書きます。まあ、なぜかというとですね、こっちにもまた字が来ますよね。なので、1個分のスペースにこう2つ文字を入れるような感じなので、細長く書きます。はい。これ書きました。これで何と言いますでしょうか。はい、正解はですね、イワシですね。イワシ。イワシと読みます。はい、これ1個目ですね。タイですね。タイ。で、ここ、クジラですね。で、最後、こちらがイワシですね。はい。まあ、魚辺はですね、比較的、もう何度か書いていただくとですね、もうこう、自分で書いたイメージで、ちょっともう、自分の中に、まあ、何て言いますか、書き方をですね、右手にインストールしていただくような感じですね。もうそういったイメージで、もう書いてなんぼという感じなので、もう書き方を覚えてですね、何度も練習していただくと、書き方が上手になると思います。はい、というわけで今日はですね、魚辺を使った漢字をやってみました。はい、また、次の動画で会いましょう。ありがとうございました。